キックオフです。日本対オーストラリア。オーストラリア後半で追いつかれています。まあ若干セットはいるでしょうが、ここは踏ん張りどころですからね。なるほど。攻撃の芽を摘み取ります。センターサークルのあたり、ドリブルか。本田、岡崎、取る、キューエル、チッパーフィールド、中央行けるか。どうしますかね。チェック、中入ってきてますよ。中央へ、あっとシュートでも良かったですね今の。潰されます。ステリオフスキー、シュート、抑えます。左足ではなくて右足で打ちましたね。さあ延長前半10分です。左、拾います。囲まれる、上がってるですね。さあチャンスになります。さあここを狙うか、直接行くか。狙った、これはキーパー正面です。ちょっとディフェンダー陣混乱しましたよね。少し体勢崩れましたけど、よく抑えて枠に飛ばしたと思いますね。しかしここでファール、注意に終わります。さあロスタイム、チップキック、ここで笛です。まずはさあキックオフ。さあ最後まで目が離せない試合になっています。絡みます、スライディング、グレッラ、左へフレッシアーノ。さあこの角度、冷静なディフェンス、中村健吾へ。さらに前線へと行きたいところ、一人で行くのか。さあどうする、ついている。おほー、しかしこれはファールではありません。フレッシアーノ、チッパーフィールド、早い攻守切り替え。早いですね攻守の切り替え。中にも行きますけどね、一人で行きますよ。駆け上がる、行きますよ。ヘッド、ゴール、素晴らしい。さあ日本ワンゴールビハインドでリスタート。手の惜しい時間帯で取れましたね。コーナーキック、ここにいる。次のフォローアップがやっぱりいいでしょうね。ファールですかね今の。延長後半11分です。奪われます、後ろへ流して前を向くことができるか。さあどう攻めるか。ロスタイムです。癒されます。あー、ここで試合終了のホイッスル、日本
惜しくも敗れました。しかしよく頑張った。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。日本としては、まだ次の試合もありますからね、今日の課題をしっかりと修正して次の試合に挑んでほしいと思いますけどもね。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。結果です。日本2対1で惜しくも負けてしまいました。お別れの時間が迫ってまいりました。お二人ともどうもありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。